午後6時過ぎから岩手県内で行われた会見は、日本ハムの栗山監督が同席して行われました。北海道日本ハムファイターズさんの方に入団させていただくことを、球団さんに伝えさせていただきました。今までお世話になった方や地元の方々に日本でプレーする姿を見ていただいて、少しでも恩返しできればいいなと思っていますし、子どもたちの目指す選手になれるようにこれから頑張ってファイターズの一員として頑張っていきたいなと思っています。その喜びというよりもその責任の重さというものが、非常に話を聞いてから、ひしひしとというかより高まっていることなんでね、ぜひみんなで応援してあげてほしいし、そういう環境をね、ぜひ作ってもらいたいと思います。また大谷投手は前回の交渉で球団から提示された背番号11について、すごく嬉しいし特別な番号でもあるので頑張りたいと晴れやかな表情を見せました。